私の株主優待セレブ生活、毎日を楽しくする株主優待生活に密着。本日ご紹介するのは明治、TOTO、新田、プリマハム、ベネッセ、ダイレイです。はい、まずは明治からご紹介していきます。お菓子や乳製品の会社ですね。まさか明治さんが優待を作るなんて思わなかったですよね。まずご案内が入っていて、カールです。皆さん大好きな、でキノコの山が入っていて、タケノコの方が良かったって思った人いますね。直近1年間の株価はこんな感じ。多分優待ができてバンと上がったんでしょうね。100株以上で2000円相当の優待がいただけます。注意事項として2024年3月から少し優待の量が減ります。お気をつけください。以上です。なんかお手紙みたいなのが入っていて、コンビニで使えるドリンクチケット入ってました。この中から選べるようです。これが引き換え券の一覧で、工場の見学のお手紙も入ってましたね。これが明治さんがおすすめしている商品の一覧です。ブルガリアヨーグルトとかね、懐かしいですね。明治さん、ありがとうございました。こんなにたくさん優待いただきました。大切にいただこうと思います。早速銀座カリーというものを食べてみました。濃厚な感じで美味しかったです。ありがとうございます。続きまして、とうとうです。おトイレなんかのね、大手企業ですね。直近株価こんな感じ、少し下がっているので買いやすいですね。優待のカタログから私はたっぷり漁師飯3種っていうものを頼んでました。すごい豪華ですよ。これね、美味しかった。ぜひ皆さんも頼んでみてください。3月権利100株保有でいただけます。一番ね、焼き鯖が好きでした。続きまして、新田です。工業用品のパイオニアですね。直近株価はうなぎ登りです。すごくおしゃれなバターがね、入ってました。嬉しいです。長期保有で優待が増えていくようになってます。さつまいもバターで美味しくいただきました。続いてプリマハムです。
食肉の会社ですね。直近株価は少しガタガタしています。ご案内が入っていて、大きいハムが今年も入ってました。9月権利200株保有で3000円相当の製品がいただけます。続いて大礼です。冷凍食品の会社ですね。骨なしの魚が主力のようです。直近株価はこんな感じ。直近で少し下がっています。9月権利100株保有で2000円相当がいただけますね。私は1900円ぴったりくらいで保有しているので少しだけ含み益です。大礼さん、ありがとうございました。エレッセです。前々回くらいの動画でご紹介してるんですけど、こちらは母の方の優待がね、遅れて届いたのでご紹介していきます。とっても綺麗な柿をいただきました。直近株価です。買収が決まってね、ドーンと上がってるんですよね。このように優待はありませんという表記に変わっていました。ネレッセさん、最後の優待ありがとうございました。大切にいただきます。おまけ、はい、こちらもベネッセさんの優待ですね。私の方の優待です。最後なんで、おまけはベネッセさんで取ろうと思って、大切に持ってました。すごいサシが入ってるお肉、美味しそう。和風鍋を作って食べていきました。解凍が甘くてなかなか取れませんでした。皆さん2600円で買い取りみたいになってるけど、みんな売ったかな、それとも買い取り、買い取ってもらうの待ってますか。私はずいぶん前に売却してしまっていて、あやかれませんでしたね。最後の優待、とっても美味しくいただけました。ベネッセさん、これからも頑張ってください。余ったお肉で肉じゃがを作りました。毎日毎日優待をすごく楽しんでおります。今日も見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。